お集まりいただきましてどうもありがとうございます。それでは、本日の子どもの人権をグローバルに考えるチャリティートークを開催したいと思います。それでは、土井かなえさんどうぞ。では海田のつこさんどうぞ。それではこのイベントが始まる前にいくつかお願いと注意事項がございます。まずお飲み物についてなんですが、お飲み物はこちらのカウンターでのチケットと交換という形で の引き換えになります。今皆さんもこの場に最初の一杯あると思うんですが、もう一杯は食事タイムの後でトークなんかも取りますので、その時にでもどうぞ。それから本日、ユーストリームでのインターネットの中継と、あとツイッターでのつぶやきを開始しております。そのため、またはですね、あと手配室の記録用ということで何枚か写真を撮りたいと思っております。もしどうしてもちょっと写真撮影はご遠慮してほしいという方がいらっしゃいましたら、青い札をかけたシーライツのスタッフまでお声掛けをお願いいたします。一応皆さんのお顔はできるだけ映らないように、後ろの方からというか後ろ姿だけしか入らないようにするつもりですか。どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。それから本日のニューストリームの中継にあたりましては、ドリームクラフトの尾上様にご協力いただいております。どうもありがとうございます。それから本日の、ツイッターのアカウントとしましては、シーライツ東京というアカウントでつぶやきをさせていただいております。あと会場のご案内なんですけれども、まず食べ物はこちら階段と、あと土井さんのスピーチが終わりまして、あと食事の時間を取りたいと思います。こちらはビュッフェ形式となっておりますので、この時間になりましたら皆様ご自由にお取りくださいませ。それから、お手洗いなんですけれども、こちらの奥の方にございますので、必要な方は